バーの手芸チャンネルです。トウモロコシを茹でたのでムキムキしたいと思います。北海道のトウモロコシです。この子の下半身は茹でたてで食べちゃいました。このむしったのはハーブ塩とお醤油とマーガリンで、レンジでチンをしてコーンバターのようにスプーンでむしゃむしゃ食べたいと思います。そのためにはひたすらむしります。よいしょ、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 できましたね。早い早い。なんかこういうギネスブックがあったら。ウォアは早いんじゃないかな、なんちゃって。なんでここの列を開けるのがミソなんですね。ねじると取れやすい。
トウモロコシを茹でるついでにブロッコリーとゆで卵も茹でました。じゃがいもも。で最後はなんだっけ、ペンネっていうマカロニも一緒に茹でて、今日はサラダですね。野菜をひたすら食べる。このつながってるのが芋虫っぽい。子供の頃にちょっと嫌だなと思います。食べれば美味しいですけどね。どん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 掘り進めていきましょう。先まで。できました。わー。これにこれですね。これは業務スーパーでいくらか忘れちゃったけど買ったやつです。ハーブソルトフレンチミックス。これスパゲティとか何でも、ピザトーストとか野菜炒めとか、こうやって蓋を開いて下向けてカシャカシャカシャ、出来上がりです。あとはマーガリンとお醤油でレンジをして食べます。それではご視聴ありがとうございました。わーいわーい、幸せですね。